皆さんこんにちは、だるま屋六代目です。今日は、10月の25日の金曜日から28日の月曜日まで、だるま屋の、ね、2階で行う、2024年秋の着物と帯展の魅力を伝えたいと思います。はい、ということでですね、自分のお店の展示会の魅力を自分で伝えるというね、はい、まあそういうもんか、みんなそうしてるか、はい、恥ずかしいんだけど、まあいいや。まあ展示会うち年に3回やってまして、だいたい2月か3月の春の展示会と、6月か5月の夏の展示会と、まあ今回のね10月にだいたいやってる秋の展示会の、まあ、3回やってると、まあ、逆に言うと年に3回しかやってないわけですね。お店によっちゃ毎月やってるお店も結構あって、それに比べるとまあ多い方ではないということです。で、まあ展示会というかね、その催事のメリットは何なんだっていうとですね、うちのお店って来ていただいた方分かると思うんですけど、まあまあ狭いんですよ、店頭がね。なので、お店に来ていただくとですね、3コーデぐらいしか飾ってないわけです。で、商品はね、大体奥の部屋に棚に全部入っていて、普段からあるんですけど、なかなかね、気軽にこう見づらいのはちょっとあるかなと思っていて、例えばこのこういう小物見たいんですけどとかって、まあ、なんかちょっと言いづらさもあるかなと思うわけです。はい、なんだけど、展示会の時はね、全商品、うちの2階に飾って、で、まあ、自由に見れますよと。別に手に取っていただいて、肩にかけていただいてっていうのが自由にできますよってことなんですね。なので、だるま屋の全商品が一度に手に取って見られますよっていう機会になってますね。はい、で、まあ、今回の秋の、展示会に関して言うと、目玉はですね、この間10月のおすすめ商品で紹介した、まあ、ちょっといい小物っていうのがあるんですけど、まあ、小物をね、重点的に揃えようかなと思ってます。で、先月かなアップした、京都のね木村千光さんっていう、型染めやってるね動画見ていただいた方結構いらっしゃると思うんですけど、まだ見てない方はね、このサムネイルねぜひ見てきてください。染め工場がどういう作業してるかがなるべく分かるように僕は伝えたつもりなんで、まあ、そちら見ていただいて、まあ、そこのね木村千光さんの小紋を、まあ、割と多めに、用意します。なので、まあ、そこのね、木村千光さん以外の小紋も幅広く用意するんで、小紋をちょっとなんかいい小紋見たいなとか、小紋でこういうのあつらえたいんだよな、一重がいいんだよな、合わせがいいんだよなとか、上物、羽織とか、コートちょっと作りたいんですみたいな方にとっては、一度にかなりの量見れるんで、おすすめです。で、まあ、小紋、ちょっといい小物の時に、動画で言ったんですけど、まあ、今月ご注文で3万円引きにしますよと、普段14万円で売ってる商品を11万円で売りますよっていうのをやってるんで、まあ、今回ねその展示会に来ていただいて実物見てこれこの小物いいわってなったら、まあ、14万円の小物が11万円になりますと。まあ当然なんだけど14万円以上のね小物は、まあ、同じようにね、まあ、3万円引きにはしますよと。5万円の3万円引きにしてって言われたらちょっと無理なんだけど赤字になっちゃうからなんですけど、14万円以上の小物は一応3万円引きにしましょうねということになってます。はい、で、まあ、ちょっといい小物に限らず、かなりいい小物、型染めのいい小物と、僕の知る限りの最高峰の小物もあるんで、そちらをねぜひ手に取って、まあ、別に購入されなくてもね、こらいいなっていうのを肩にかけて、よだれたらみたいな感じでも、まあ、いいかなというところなんですね。はい、で、今回展示会にギリギリ間に合うのがあって、そのまさに YouTube で紹介した僕がね柄を選んで地色を選んで、染めてもらうっていう子も2つ注文してきたんですけど、その顧問も今回間に合うので、まだ僕も見てないんですけど来週入るんで、そちらもこれが6代目が選んだ柄かと、どんなもんじゃというのをですねぜひ見に来てほしいなと思います。僕も楽しみにしてるし、まあ、一応ねもう染め上がりをそのメーカーさん見てて、予想してた以上に結構良くなったわって言ってたんで、僕もすっごい楽しみにしてるんですけど、さあだるま屋6代目のセンサーどうなんだと
というのをですね、はい、ぜひ見に来ていただけたらなと思っております。普段はねこう出来上がってるのを選ぶから、なんていうのイメージと違ったとかがないんでいいんですけど、まあ、今回どう上がってくるのか僕にも分かんないんで、ちょっとドキドキですよね。はい、その皆さんが見てね、あこれなんかかっこいいねって言ってくれるのか、いや6代目ちょっと色をもっとこうした方が良かったんじゃないって言われちゃうのか、ちょっと楽しみではあります。はい、で古紋だけじゃなくて紬ももちろんあるし長襦袢もあるし、まあ、付け下げもあるしね、まあ、当然名古屋帯から袋帯まで全部用意するので、まあ、古紋だけのフェアじゃないんでね、うちの全ジャンル、まあ、うち総合小売店なんで全ジャンル商品あるのでそちらをね、まあ、私は別に紬が欲しいんだけど今回小物なんですよねみたいなそういうことは考えないで欲しいなと。紬ももちろんなる前のおすすめの紬もあるし、付け下げとか袋帯今度結婚式あるんだけど礼装を揃えようと思ってるんですって方にとってもちゃんと見られるラインナップがあります。で、帯に関して言うと、まあ、うちのね、幅広い9寸から8寸いろいろあるのにプラスして9月のおすすめ商品で紹介した小倉さん蔦屋久兵衛さんのへこ帯も、今回4日間その催事の期間だけですねお借りできるってことになっているので、そちらもね、ぜひあの時見たかったのよねっていう方はですね見に来ていただけると、まあ、これがね多分誰もでこれだけの量を揃えるのは多分しばらくないと思うんでぜひ見に来てください。金額は今回も変わらずに、まあ、4万4000円という金額なんでね、はい、ぜひ来ていただけたらなと思っております。で、それ以外に草履のねオーダー会をやってて、毎年秋にやってるんですけど、草履の職人さん浅草から呼んで足のサイズ測って、でその方はね台のコルクから削るんですよ。なので SM、 大体ね草履の注文会っていうと、草履を SML とかであって、色を選んで、で鼻緒を選んで組み合わせだけ選べるみたいなことが多いんですけど、今回の場合はねうちの場合はお客様ごとにその幅から、長さからをコルクから削って、で選んでいただいたその生地ね、まあハンプっていうそのヨットの帆で使われる生地とか、あと牛革とかね選んで、鼻緒の柄も選んで作るんで、まあ、納期がねだからすごいかかるんですけど3ヶ月ぐらいかかっちゃうんだけど、そちらの造衣の受注会っていうのをやります。で合わせて、足袋の履き比べっていうのをやるんで、足袋もねキネ屋さんの足袋を、6パターンだったっけな、同じ23センチの6パターン形があって、例えば、足首の細い人から太い人みたいなのも全部こうサイズが分かれていて、でそれが 0.5 センチ刻みで8サイズあるんで、48種類の中からご自分の足に合う足袋を見つけられるよと。足袋って草履と同じようにねこうオーダーで職人さんに測ってもらって作るっていうのもできるんですけど、結構ロットが多いっていうのと金額かなり高いんですよ。やっぱりその人ごとに型作って縫製するんで、で考えると、で意外とピンとこないっていうことが多くて、でそれよりはもう履き比べの方が僕はいいんじゃないかと思って、だるま屋ではねそっちをやってます。でご自分のその足袋の好みのが分かれば、それ一足2800円とかから販売するんで、もしそれ一足買ってみて気に入ったら、もうそのキネアの例えば23の現代型、私これぴったりと思ったらその後ずっと注文できるんで、で値段もね一足2800円とか、まあ5枚小外れも多分3000円とかなんで、まあ、それで一足から注文できるっていうのがやっぱ僕はね一番今んとこいいかなと思って、そのやり方を採用してます。なので、まあ、足袋の履き比べも、草履のオーダーもできると、足元の悩みはもう誰前で解決してくれというふうになってますね。はい、秋の催事で毎年それをやってるということですね。でまああとは帯揚げと帯締めもね幅広く揃えるんで、例えばこの着物と帯もお客様が持ってきていただいて、これには帯揚げだけ欲しいのとか、これには帯締めだけ欲しいのみたいな方ももちろん OK なんで、まあ、それをね言ってくれるとですね、うちの従業員がですねキャッキャ言いながら選ぶんで、これがいいんじゃない、でも私こっちの方がいいみたいなことを勝手にやりだすっていうね。なのでまあお客様の意見も聞きつつ、
組み合わせね、選んじゃあ私このお土産買うねみたいな感じだけ来ていただいてももちろん構わないんで、まあ、ちょっとねタイミング的にサローネとぶつかってちょっと両方はいけないわって何人かに言われて僕はすっごい寂しい思いしてるんですけど、なのでぜひ平塚までね、サローネに来たついでに平塚まで足を伸ばしてくれる方が多いといいし、まあ、サローネは行かないんだけど平塚は行きやすいから行くわって方がね、まあ、あとだるま屋さん前から行きたいと思ってたんでみたいな方がですね、一人でも多いと僕は嬉しいなということでございます。展示会やっててですね、お客さんが全然来ない時間帯ほど切ないものはないんで、結構ねだるま屋さんさぞ人気なんでしょみたいな、皆さん最近ね YouTube で長いから言われるんだけど、全然そんなことないです本当に。平塚がちょっと来づらいんだろうなと思うんですけど、皆さんが思ってる以上にお客さんはそんな多くないんで、めっちゃ混んじゃって見れないんでしょとかそんなことは全くないです。4日間やる中にほんの1時間とかだけ、混むかなっていう時はあるんですけど、まあ、それ以外はねほとんどまあいい感じに2組ずつぐらい来てくれてたね今日はみたいなことが多いんで、1組でも多く来てくれると僕が小躍りしますということですね。はい、まあ、あと来てくれた方先着60名かなに練り切りをね、毎回恒例の、平塚の和菓子屋さんに頼んでいる練り切りをね、進呈してますんで、そのね練り切りもね、ぜひ持って帰っていただくという形になっておりますので、皆さん行くか悩んでるんだよなっていう方はですね、一歩踏み込んでね来てください。別に来たらなんか買わなきゃ悪いんでしょとかあんまり思わなくていいんでね、うちはあんまり囲んだりしないし、なんなら全然僕は過去ね何度もねもうちょっと商売って出した方がいいと思うよとかお客さんに怒られるぐらいなキャラなんで、はい、龍馬さんが来た時もね本当に全然お修理しないですねみたいなことを言って帰るっていう感じなんで、まあ、気軽に来ていただくと嬉しいなと思っておりますので、ぜひ、来週金曜日ですね25日の、まあ、朝9時からやってます。で午後は、ね、大体5時半まで、まあ、5時過ぎぐらいまでかなの時点でお客さんいないと片付け始めちゃうんですけど、で最終日だけはね、4時ぐらいに草履の職人さん帰っちゃうんで、草履の注文最終日は4時ぐらいまでに必ずお願いします。その人ね人気で全国飛び回ってるんで、もうすぐ片付けて次の祭神に行かないと間に合わないっていう、ね、感じなんで、ぜひ皆さん、平塚ねちょっと行きづらいなと思ってる方もいると思いますが、ね、あと行ったことあるけど、まあ、今回はいいかなと思ってる方もぜひ足を運びください。お待ちしております。また来週も動画で紹介しますんで、バイ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 、待ってるよー。